おいっす、こんにちは、メイルです。今回は裏多次元にマリウスとルフィの組み合わせでいきたいと思います。もう本当にこれだろみたいなキャラクターをガン詰めしたもうガチガチ編成になってる。まあ C っていうなら攻撃の L 字だけ入れてないのが難点。そこね、なんかおすすめあります？逆に聞くけど。 L 字ね、入れる枠がな、なんかいい武器があれば入れるんですけどって感じですね。はい、まああのなんだろう、マーベルのあいつ誰だったっけ、忘れた。あの闇の毒4つ持ってるやつ、封印と。あれもなかなかいいなと思ったけど、ね、毒耐性ものにね。はい、ということで編成紹介です。マトル、今ガンホコラボできてるキャラクターです。スキルプラス超覚醒のスキルプラスプラス潜在遅延2個。上には五条悟ですね。闇勇者の最後のね、強い攻撃を受け切ったりするのに使えるかなっていうところで採用しております。で、あとは、道中を耐久していくのに強いので、この軽減を採用してます。って言ってもね、キユリシャの対策、不要です。なぜなら、キユリシャの攻撃は一発しか受けなくていいからです。はい。火力高すぎくん。はい。7クリーダーですね。で、5色で 70% 経験もかなり強いです。初で耐久効きます。で、マリウスです。今回リーダーを務めてもらいます。スキルプラス超覚醒上限解放にしまして、上には宮田をつけております。これでリーダーチェンジします。これだと、2階層の操作短縮だったり、回復力減をこれで回収できるのがかなり強いよねっていうところですね。で、アイアンスパイダー、超覚醒にお邪魔耐性プラス。で、消せない状態潜在振って遅延2個。上には、戦国のテニスラケットです。毒耐性を100にしたい方はこれおすすめかなって思います。そんなの別にどうでもいいよって人は、まあ HP 持ってて遅延武器っていうところで採用してもらえればいいんじゃないかなって思いますが、あんまりスキルが重たくなると、ちょっとここが、上が初手で打てなくなっちゃうので、ちょっとね、その辺はスキルターン考えてください。で、ラフィーネです。お邪魔目覚め潜在を振りまして、上にはただ HP と回復力を盛りたかったので、学園の徳川の武器を採用しております。まあ、ここは別にいっぱいあると思います。このチーム HP とチーム回復2個だったら。うん。他だとシルバーファングであったり、ガンホークラボの過去で出た火のやつ、名前が忘れました。もうダメだ、おじいちゃんですもん。はい。で、カイドウさんに来てもらいました。属性吸収潜在の遅延2個振ってます。で、上にはウルトラマンベリアル、まあ、いつものやつを採用。で、モンキー D ・ルフィ君、こっちも属性吸収ですね。これでね、属性吸収を、この光のアルシオン、合ってる？アルシオン？アルバニス、合ってる？アルシオン、光の方のやつを、属性吸収をもうスキル使わずにぶち抜きます。で、上にはオーディン武器で毒を100にしております。まあ、こんな感じでやっていきましょう。はい、じゃあ実際にやっていきます。もうサクサククリアします。マジサクッといきますよ。もう敵の行動うるさいから全部早送り。長いし。はい、まずは右ターゲットしてもらって、カイドウ変身、ラフィーネ変身で、戦国のテニスラケットで遅延かけて、あとはスキルチャージを生かしながらラフィーネを貯めていきます。まあ右は絶対抜いとかないといけないですね。ルフィが変身できるようになったら変身してください。まあとにかくラフィーネのスキルをなるべく貯めるって感じで、一回敵が行動して、で向こうの敵をいっぱい殴って、向こうが切れたタイミングで突破してますね。で、必ずここでリダチェンできるようにしていくのがいいかなって思いますね。そしたらミアーダのスキルで操作時間と回復力返せますんでね。で、ここは何を僕が血迷ったのか、リダチェンのスキルを忘れてまして、最初 4.5 秒ぐらいかな。で、普通に素で組んでますけど、まあ、ここはリダチェンすれば操作時間取り戻せるんで。で、五条悟をここで打ちましたけど、別に3階層で打っても OK です。まあ、それはお好みでって感じですね。もうここでラフィーネ最終段階まで変身持っていきまして、はい、次でもラフィーネが打ってサブエンハーがループするようにしてあります。で、ここに関しては消せない状態きますので、2ウェイをね、光か火で4つ消し組みながら1回殴ります。で、その後は普通に素で殴ってあげてください。はい、まあ2発殴るだけなので、これで OK ですね。続いて4階層。4階層の方は、初手からマリウス打っていきましょう。で、両サイドぶち抜いてあげてください。で、両サイドぶち抜いたら真ん中がね、なんか回復したり、縦張ったりいろいろしますけど、まあ無視でルフィ打って、まず半分まで削っていきます。で、その後は素で殴ったらなんか削れます。カイドウの上のウルトラマンベリアル溜まったので、まあ、ここは、まあ、空打ちで。はい、そんな感じで突破しております。普通に2発でいけますね。で、5階層です。で、ここはまあどっちが出てもルフィのスキルをまず貯めてもらって、
あ、なんか売ってますけど、多分ね上が溜まりそうだったんだと思う。次の階層で必ずスパイダーマンとラフィーネの両方が撃てるようになってから突破する。これ大事。ポルスが出たらね、操作短縮来ちゃうから、そこはラフィーネで返すし、ラーが来たら覚醒向こう来ちゃうから、そこはスパイダーマンで返します。ここだけちょっとパズルはちゃんと見せます。まあこんぐらい組んで抜いてますよみたいな、まあ、こんなに組まなくてもね正直カンストするんですよね。なんか3個ぐらいね合計し組んだらカンストする、勝手に。はい、ラーが出ました。76潰し来なかったんでラッキーで、スパイダーマン打って覚醒向こう解除して、でそのままワンパンで持っていきましょう。ちゃんと前職決めてればワンパンできると思います。で続いて7階層、今回はファミエル出てきました。ここもねルフィが溜まるまでまず待ってもらって、でルフィのスキルが溜まり次第ルフィ打ってから突破です。水吸収とかその辺が来る時があるので、そこはちょっと気をつけてタイミングは見計らってください。最悪マリウス打ってもいいけど。で8階層です。8階層ウリエルが出てきました。ここもね非吸収とかあるので、まあ、その辺は気をつけてあげてください。同じ、もうさっきと同じ、ルフィが溜まるのを待って、ルフィが溜まったらルフィ打って突破していきます。はい、 OK ですね。続いて9階層、ここ必ず、カイドウが打てるようにしてあげてください。でカイドウもう確定打ちでいいと思う。どれが出てもバールが出た場合は 2way で消せない状態解除しないといけない。無難、ラファエルだった場合も結局火力でワンパンしたいからカイドウ打つのが無難で、半分液とルシファーはダメージ吸収、属性吸収やるので、ここで、マリウス打っていきましょう。あ、だからさっきのところでマリウス打たない方がいいか、ルシファー出た時のために。はい、で今回はサラスバティ出てきました。ヘイスト紅おばさんですね、まあ、ここは覚醒無効解除して、まあ、L 字は今回ないって言ったので、もうロック目覚め無視、突破します。まあ、こいつのロック目覚めは正直どうでもいいんだけど、ボス戦の勇者のロック目覚めが厄介になってきそうよね。あの辺の対策で本当は入れたいんだけど、うん、なんかおすすめください。逆にL字皆さん何使われてますか。L字のおすすめを知りたい。でビシュヌ出てます。あ、そうだ、ここの階層に入るときもねラフィーネ打てるようにした方がいいね。じゃないとあのクリシナ出たらしんどいと思うんで。あ、しかも遅延やってくるからなかなかしんどいね。まあ一発目はもう素で頑張るしかないかもな。相当余裕を持って突破しないと、遅延されてもラフィーネが溜まってる状態ってなかなかむずいな。まあちょっと腕が試されるかも。で、あっこはマリウスって突破して、で、ここもラフィーネが打てるようになってから突破した方がいいと思います。ここのさっきの階層アモンのところに入るときも操作短縮来るんで、ベリアルで、さっきのアモンが出たときはワンパンしないでください。このどっかのバカがねワンパンしたせいでアシストが溜まった状態なんですよ。このマリウスリダチェンなんですよ。アシスト使えない、使えないので、まあ、使ってなんとかなるけど、デフォルメのマットリーでもなんとかなるけどね。もう一生使えなくなりましたマリウスはいはい、ということで、アルシオンです。このね冷闇吸収の時ちょっと無理だった。でもこの次とその次は削れるので、はい、一回これでまた半分再度削って、で次の木と火が、木と木で、ここでねルフィ撃ってますね。まあ地震エンハかけてるだけ。まあこんな感じで突破してあげてください。火だった場合もまあダメージ無効だと思うのでルフィ撃つことになるかな。で今回火の液の神、こいつは遅延やってくれますので、うん、本当はアモンのところでねもう1コンボとかで、もう0コンボでもなんだったらいい、攻撃してこないはずだから、本当は待つべきだった。で、エキドナは、とりあえず、遅延もらうためにワンパンとかそういう火力は出してない。で、遅延もらえて、はい、ラッキー、ラッキーって感じで、まあ、マリウスこの先もう使わなかったけどね。で、マリウスも空打ちして突破していきます。この先マリウス撃つことって、でも、マジないんじゃないかな。属性吸収、ダメージ吸収、いらないでしょ。いらないよね。マジいらなかったかも。はい、でユリシャ進化前ですね、最初暗闇目覚め来るので十字消し1個何かしら火か水で組んで、でそれなりに組めそうだったら全力パンチでいいかなって思います。2パンで沈めれるので、まあ一気に持っていかなくても大丈夫。ここは十字消しに徹してください。でこれで半分いきました。で半分いったらちょっと向こう張られるんで、またルフィちょっとため直しって感じで、ルフィが溜まったらその後ぶち抜いていきます。はい、OK ですね。この辺でマトリはね打たない方がいい。もしねあの闇ユリシャが出た場合、上の五条悟るため直しになるので、
はい、ということで今回キーユリシャでした。とりあえず雷鳴8機打って全力パンチ決めてみます。これどれぐらい削れるかよ。はい、これでガーといって、はい、左は半分削れて右はまあ4割程度。はい、で2回殴れば左は沈んで右は半分と。でとりあえずダメージ一発だけ受けます。はい、これで半分いかない。だからダメージ軽減ループいらない。でこのあと最後カイドウとルフィ撃って敵の行動ターン変わらないようにして突破して終わり。はい、サクッとクリアということで、まあ最強ですね。どう考えてもこのコンビは強いと思います。ということでマリウス変える方は変えましょう。ご視聴ありがとうございました。バイバイ。